山川橋夫と山川橋夫は、日本の海軍、外務官僚、政治家、国際法学者、法学博士、貴族院議員、法制局長官、長崎県出身、山川慶藩の長男として生まれる。長崎中学、第五高等学校を経て、1898年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し大学院に進む。 同年12月、文官高等試験に合格。1899年3月、海軍省に入り参事官に就任。その後、健康等捕獲審検所事務官、県鉄道院理事、海軍教官兼海軍省参事官、講和会議全県員ズ委員などを歴任。1919年4月、法学博士号を取得。1920年4月、 外務省に移り臨時平和条約事務局第一部長に就任し、さらに条約局長となる。1925年8月、加藤公明内閣の法制局長官となり、次の第一次、若月内閣でも留任し1927年4月まで在任。1926年12月、貴族院直選議員に任命され、 研究会に属し1946年7月5日まで在任した。1929年11月、海軍会議全権委員随委員となり、その他、外務省外交顧問、国家総動委員機関設置準備委員会委員長、臨時法制審議会委員などを歴任。戦後、1946年9月から1950年10月まで公職追放となった。 ありがとうございます。